お待たせいたしました新羅万象インタビューシリーズ、えー、ここではですね新羅万象ざまな方にインタビューするんですけど今日のゲストはこちらの方ですこちらの方ですあのあなたどなたですかインカンですインカンあのハンコですかはいインカンですインカンさんあの なんか思いがあって来られたってことなんですけどどういうことを今日お話しになりたいんですかはいあのわれわれ印鑑今あの政府のデジタル化の中であの消えてなくなる運命になるみ,あるみたいなんですけど、まあ、趣味では残ると思うんですけどそれについていろいろお話しさせてください印鑑ンンです印鑑 <laughs> ンンさんあの今率直にどういうお気持ちですかはい、まあ、私たちとしては実はあの正直ほっとしてるところもあるんですねあそうなんですかえどういうところがほっとしてるんですか あの象ですすねえな,なんすか象僕たち印鑑の一部はあの高級なやつ象牙を使って、あのー、作られてるんですけどやっぱり象牙は使ってほしくないなと思ってて、あのー、というのは象さんがねそのためにあの密漁で殺されちゃったりもしてるんで象牙が使われなくなった分印鑑としてはほっとしてるなっていうのが正直なところです <laughs> あそうですかじゃあシャチハタみたいなのはいいんですね シャチアタは,い、はあの別に自然に迷惑かけてないからどんどんこれからももしよかったら趣味で使っていただきたいなと思います <laughs> なるほどねそしてあのなんかね印鑑あのここに俺印鑑だとしてこれ実は一味とうしですけどだから印鑑さんこうやってパンと押されるときにはどんなイメージはあの気持ちあるんですかはいあの「朱肉につけられてですね髪の上にパンと押されてですね でもそれがあんまりうまく刺さらなくてあのにじんじゃったりした時っていうのはもう一回押してもらえるんですけどそういう時に「あもう一回仕事ができる」って言って正直嬉しかったりもするんですね。なるほどそうですか印鑑さんは、ね、例えばなんか私みたいなねおじさんがこうやって印鑑を使うのとなんかね綺麗な女の人がこうやって印鑑を使うのではやっぱり綺麗な女の人のほうが好きですか そそれすすすごいいいある誤解ななんででけどそういうこと全くないですね印鑑にしてみればですね手は手なんですよというか単に物理的な力に過ぎないんでそれがおじさんでも綺麗な女の人でも、えー、全然関係ないです。というか人間社会でもそういうあの性別だとか外見だとか、えー、年齢とかそういうことであの差別するのは良くないっていうふうになってると思うんですけど。 あそうですよね、あのエイジーズムとかルッキーズムってのは駄目だっていうふうに最近になってきてますけどね印鑑の,の世界はですねもともとそんなね人間を性別だとかあの外見だとか年齢で差別なんていうことはないんですねだから印鑑の世界は絶対平等の世界じゃないですかだから印鑑の世界は絶対平等の世界なんですなるほど印鑑さんなんかさっきから時々中の,の人がで飛び出してくるんですけどなんか面白いですね。 まあいずれにせよですね我々印鑑としてはまあ人間はねあのお互いにいろんなことを差別したりとか偏見があったりするんですけど我々印鑑は印鑑さえ押してあればどんな人でもどんな契約書でも平等に扱うというそういうね人間社会の平等化にですね貢献してきたそういう流れがあってですね印鑑さん何か涙ぐんじゃってますけどやっぱり今回のデジタル化で印鑑いらねえんじゃないかっていう風潮は寂しいですか はい、そうです。だから我々としてはです例えば蔵書院とかあるいは、えー、神社とかですねあの参拝した時にあの押してもらう朱印とかそういうやっぱり文化趣味そういう方向で我々はこれから印鑑の復帰運動をしていきたいなと引き続き皆さんにお世話になりたいなとしかし象牙の印鑑はいらないなと。 ここういういうに思っているところです <laughs> なるほどね、まあ、でもあの印鑑屋さんとか造形の印鑑を作っている人たちは自分たちの仕事なくなって困るなって思うと思うんですけどそういう件についてはどうですか印鑑はですね常に人間たちを記憶正しく美しくそういう道に導いてきたもつもりなんです。ですから人間の社会がですねそういうふうに思ったとしてもそれは果たして人間にとって記憶正しく美しいそういう道なのかどうかってことを インカンとしたねやっぱりねついに考えてるんですよだから造毛のインカンはいらないかなと思います <laughs> かなりなんか思い切ったねご視聴ですけどそうですかあのおめでとましたインカンさんいやこれからも本当に私もねインカンずいぶんお世話になってきましたけどあのこれからもどうぞインカンさんよろしくお願いしますねはいよろしくお願いしますインカンでしたインカの中の人は誰,誰なんですかね